皆さんこんにちは。国税庁ウェブタックス TV キャスターの竹内小萌です。今回のテーマは庁舎に見る税務署の歴史です。明治29年に誕生した税務署は徐々に独立の庁舎へ移転していきますが、展示では庁舎を中心に税務署の歴史をたどります。やってきたのは埼玉県和光市にある税務大学校。ここにはどなたでも税に関する歴史的な資料を見ることができる租税資料室があります。今回は令和3年11月より開催されている特別展示、庁舎に見る税務署の歴史をご紹介します。案内をしていただくのは租税資料室研究調査員の牛込さんです。こちらのパネルをご覧ください。税務署ができたのは明治29年なんですが、これがその時の税務署の一覧です。いくつあるんですか？全部で520あります。すごい数ですね。この色がついてるのは何ですか？実はこれは同じ名前の税務署なんです。同じ名前の税務署があったんですか？そうなんです。今から考えるとちょっとおかしな話なんですけども、税務署はですね、府県の収税所という役所が前身なんですね。ですから同じ名前の税務署がたくさんできてしまったんですね。それにしても多すぎませんか？全部で59あります。一番多いのは富岡税務署で4つあります。皆さんね、富岡っていうと富岡製糸場があるんで群馬県を思い浮かべる方多いと思うんですよね。でも福島県、愛知県、徳島県にもあったんですよ。そんなに同じ税務署があって混乱しなかったんですか？混乱しました。そこで同じ名前の税務署の場合には税務署の前に府県名をつけて区別していたんですね。こちらのパネルは税務署の数の変遷をグラフにしたものです。明治42年と大正13年に税務署は減っていますね。そうです。大規模な行政整理により多くの税務署が統廃合されました。実はこの明治42年の統廃合の時に同じ名前の税務署はなくなります。例えば先ほどの富岡税務署ですが、群馬県はそのままなんですね。福島県は双葉、愛知県は新城、徳島県は中税務署と改称します。こちらは絵はがきになった税務署と書いてありますが、税務署が絵はがきになっているんですか？税務署の絵はがきはたくさんあるんですよ。このコーナーでは庁舎新築の際に税務署が作成した記念絵はがきと一般に市販されている名所絵はがきを紹介しています。税務署が絵はがきになるというのはちょっと意外な感じがしますが、記念絵はがきは式典で来賓などに配る記念品でした。一般に売られていた名所はがきの中にも税務署の庁舎は結構あるんですよ。当時近代的な建物だったので地域のランドマークになっていたんだと思います。立派な建物が多いのでちょっと自慢したくなりますね。税務署などはその地域の中心として発展してきた町の歴史の一部でもあります。そのため当時は廃止された税務署の復活や移転反対の運動なども起こっているんですよ。今よりも税務署っていうのは身近な存在だったと言えるのではないでしょうか。それにしてもこんなにたくさんの絵はがきがあるのでちょっとびっくりしてます。実はこれ以外にも税務署の絵はがきってたくさんあるんですよ。ここに展示できなかった絵はがきは国税庁のホームページでご覧いただけますので、皆さんの町の税務署を探してみてはいかがでしょうか。このコーナーは
は昭和期が中心です。まず松本税務署の新築祝いの様子をご覧ください。結構盛大なお祝いですね。まるでお祭りのようです。これは式典後の園遊会の様子です。松本で最初の鉄筋コンクリートの建物ということで大変な話題になり、発展する松本を象徴するようだと大いに歓迎されました。大勢の市民が駆けつけて盛大なお祝いになっています。これは新築祝いの記念品ですか？そうです。庁舎新築の式典では納税表彰も行われており、小学生の税の作文集なども配布されています。庁舎の新築祝いは納税奨励の大事な機会でもあったんです。このパネルは何ですか？ここでは庁舎にまつわるエピソードを紹介しています。税務署の庁舎にはさまざまなドラマがあるんですよ。例えば富山税務署は民間の建物ですが、この庁舎は地元の個人が廃業した生命保険会社の建物を買収して税務署用に改築したものです。後に国が買収します。それは個人が税務署を作ったということですか？そうとも言えますね。税務署は昭和の初めでも国有の庁舎半分ぐらいです。あとは民間の建物です。地元の個人や有志だけでなく町や村が建築した建物も多かったんです。そうだったんですね。地元の人たちが税務署を作るというのもすごい話ですね。そうですね。今では考えられませんが、税務署は地元にとってそれだけ重要だったんだと思います。これは新潟県の牧税務署ですけども、庁舎は明治23年に地元の有志が資金を募集して新築した建物です。この写真自体は明治24年のものなんですけども、周りの模様替えなんかはあるんですけども、これ戦後まで使用されたかなり珍しい庁舎なんですよね。さて、税務署庁舎の旅も終わりに近づいてきました。いかがでしたでしょうか？税務署の建物にいろいろなエピソードがあるということは初めて知りました。それから税務署はその地域の中心的な存在で歴史を形作っているということがとても印象的でした。税務署庁舎の中には現在も地域で保存され活用されているものもたくさんあります。まだまだ庁舎の旅は続いています。こちらの税務大学校租税資料室には税に関する歴史的な資料が15万点以上保管されています。その中には皆様から提供いただいたものもあるんです。現在も資料の提供は随時募集しています。資料の提供方法についてはお近くの税務署または租税資料室までお問い合わせください。租税資料室は税に関する職業の方や税の研究をされている方をはじめ、一般の方や学生の方にも興味を持っていただけるような内容となっています。どなたでも気軽に税の歴史に触れていただくことができますので、興味のある方はぜひ租税資料室までお越しください。